どうもこんにちは。今回はこんな感じの火災報知器を作りました。これの用途なのですが、これはレーザー加工機で使おうと思っています。これは私が使っているレーザー加工機なのですが、レーザーで物を焼き切りながら加工する機械なので、やはりどうしても火災が気になります。幸いこの機械を使って約6年間火が出るようなことは今までなかったのですが、それでも用心に越したことはないと思い、今回火災報知器を作ってみました。これが今回作った火災報知器の回路図です。コントローラーはアルドゥイーノ UNO、接続しやすいようにユニバーサル基板でシールドのようなものを作りました。 D2 端子につながっているスイッチは鳴り始めた警報を止めるためのスイッチです。D3 端子につながっているのはマイクロスイッチで、これでケースの蓋の開閉を検知します。これは蓋が閉じている間だけ炎の監視を行うようにするために取り付けました。D4 端子には圧電スピーカーを接続しています。D5 には12V をオンオフするためのトランジスタを接続しています。オープニングで回転していたパトライトは 12V の車のシガーソケットで動作するもので、これを動かすための回路となっています。そしてアナログの A0 端子には炎を感知するための赤外線センサーを取り付けています。ここでは並列に3つつないでいますが、必要に応じて増やしたり減らしたりします。ユニバーサル基板を切ってコネクタを作っています。回路の説明は以上です。アルドゥイーノのプログラムです。約80行ほどのプログラムです。レーザー加工機への設置はこんな感じです。まだケースを作っていないので、動作チェックのための仮置きみたいな感じです。センサーの設置ですが、まず蓋の開閉センサーはここに取り付けました。それから炎を感知する赤外線センサーはここに3つ取り付けています。これから動作チェックをするのですが、今回はこの LED ランプを光らせたいと思います。炎を感知するとこれが光ります。それではまたこのライターを使ってテストします。まず蓋を閉めない状態でライターをつけてみます。反応しませんが、これは正常な動作です。で、次に蓋を閉めた状態にするために、反対側の手でこのスイッチを押しながらライターを着火してみたいと思います。はい、ではつけてみます。はい、反応しました。
あちこち場所を変えて試してみましょう。どこで点火しても反応してますね。やりました。火災報知器は成功です。ちなみに今のテストで警報がすぐに止まっていたのは、このスイッチをすぐに離していたからです。基本的に鳴り始めた警報はずっと鳴りっぱなしです。はい、というわけで、レーザー加工機用の火災報知器は完成しました。この動画は以上です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。